ゃあ、じゃあ、どう斬新なメンツでしょ今回の動画はですね、まあ、新しい企画としまして釣り初心者にですね釣りを始めてもらおうという、はい、画期的な企画になっております。で今回ですね、その釣りを教えていただくにあたりまして、こちら、どうぞ、はい、釣り名人の児玉さんですね。某メーカーのテスターをやったり、女をたぶらかしたりいろいろしてるそうなんでとりあえず釣りが大好きで、ずっと今何年ぐらいですか、釣り歴。もうでも42年以上のキャリアを持つ児玉さんにね、いろいろ釣りを教えてもらいながら楽しんでいこうじゃないかという企画でございます。そして児玉さんの弟子の山内です。よろしくお願いします。山内くんですね、よろしくお願いします。そして皆さん、釣りガールでございます。はじめまして、あいみです。初心者なので今回で頑張りたいと思います。え釣り経験は、釣り経験は今日ちょっとだけなんで、ちょっとだけ、あ、本当に初心者です。なるほど、こういう感じでやっていきたいと思います。児玉さん、はい、今日は何釣りですか、ね、今日は、素人さんでも楽しんでできるキス釣り。おお、なるほど。ということで、はい、今回は、初心者でも楽しめるキス釣りの方やっていきたいと思います。あゆみちゃん、はい、掛け声を最後、釣り頑張るぞー。何それ、なんて恥ずかしい。仕掛けの方ですね、はい、キス釣り仕掛け、どうなんだこれ、こんだけ使うの、こんだけよ。あ、そうなんですか、うん、これは何、これ鉛、これ下が鉛で、これ天秤鉛みたいになって。あ、そうなの。で、あとこっち針、はい、針ですね。やはりね、針が3本針とかいろんな種類はあるけど、2本針が一番使いやすい。手返しが早いし。あ、3セット入ってるんだ。そう、これ3セット。で、これ、ね、針の形もいろいろあって、これちょっと丸くなってるとけど、うん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 、これがカクカクカクってなったパターンの丸。でも意外とこっちの丸の方が吸い込みやすくて、かかりがいい。そうなので今日はこの針。なるほど、わかりました。よろしくお願いします。組んでいきましょう。はい、タックルの方は使用する、もう今日はみんな地元にあるエギングロッドで選ぶんです。ほう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 。さあ持って、はい、持ち方、持ち方、はい、持ち方はもうちょっと上、クリップ、そうそう、ここにこのリールの付け根にエビの2番目を引っ掛ける、そうそうそう、はい、そんな感じで持つと意外にこれが脇に挟みやすく、お、確かに、あ、ちょうどいいところに来るってことですね。なのでどの竿でも大体こう力の入り具合もあるし、手首の力で合わせたりするんで、おうおう、できるだけここを持った方がやりやすい。なるほど、竿を持った感じどうなの。持ちやすいですあゆみちゃん、はい、仕掛けの方をね、はい、はい、早速つけていきましょう。はい楽しみですねこれそのままもエギングタックル起用していくんで、はい、リーダー、はい、そのエギングのリーダー、これ何号だ、2号だ、2号、2号のリーダー、はい、にスナップが今ついてます。はいはいはい、はい、エギングスナップですね、それも、はい、エギスナップ。 P は 何号ですか、これ。これ P は08。あ、08、もう完全にエギング仕様ですね。もうエギング仕様、完全に鉛を割いて、はい、ああなるほど、スナップをまっすぐ上に立った方に入れて、うん、普通に固定します。おーほーほーほー、はい、簡単ね。簡単。これ針出す時もなんですけど、はい、意外にみんなこう袋開けてごちゃごちゃやって袋から出してってやるんですけど今のはこの後ろの猿管を引っ張ると取れるようにできてます。おー便利、はい、必要な分だけ取れちゃうっていう。そうそう、うん、クイックルワイパーですね。今年の汚れ、今年のうちにやる、それ今ると。あ、思わない波紋やなもう片方の方、はい、L 字のもう片方の方に、はいはい、また今度針のスナップを引っ掛けて、あ、そこにもスナップついてるんだ。そうそう、ってことで完成。あ、便利、早っ。こんだけ、こんだけ、まあ、エギングの、まあ、リーダーが来てスナップ来て、まあ、天秤ちゃんがこう来て、でここにまた針のスナップ来て、うん、でずーっと流れていって針が1本、針が1本でもう1本下の方、一番下に、あ、ここにも、あ、2本針とか、ね、そうそう、こんだけ。そして最後に俺だよ。大体投げ釣りとかする餌って、はい、青いソメか砂虫が大体こっちでは主流。ああ、はあ、青いソメが今の時期はなぜか知らないですけど無駄にでかい。あ、そうなんだ。そう、見る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 、見ちゃう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 。これが青いソメ、こんなでかい。
わ、ほんとでかめっちゃ太い。こっちは細い。あ、ほんとちっちゃい。ほんとね、杭が立ってるとアオウシャメ大きいやつでも食いつきがいい。そして大きいのがかかりやすい。あ、そうなんだ。そう、大きいのここ一番大きかったの38センチ。でかっ。数釣りたい時とかは砂虫がおすすめです。おー、サイズ狙いたい時はアオウシャメ。なるほど。じゃあ付け方いきましょうか。これ針があります。はい。で、これ磯目の上が頭になります。大きい方、はい、大きい方、はい、ちっちゃいのが下、お尻。はい、はい、じゃあ頭からまず一回ブスッと刺して、はい、で針に沿ってグーッと押してやると勝手に入っていくんで。ああ、ほんと。そうで、ある程度のところでピッて一回出す、うん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 、出したらこのままやるとプリッてすぐ外れちゃうんで、はい、出して一回ねじって引っ掛けてあげる。そうするともうずれない。ああ、なるほど。はい、これで完成ということで。これで完成。で、最初投げ方ちょっと多分まだできないんで、はい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 、僕一回投げて、はい、やり方をちょっと教えながら。わかりました。当たりというものを、はい、まあ、これ投げてそこにつくまで沈めるんですけど、はいはい、そこについたら最初糸はけ、こうたるんでる糸を取ってもらって、これスーッて引っ張って、今トン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 細木がなってるんですけど、これ今引っかかってる状態。はい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 。これ今鉛が当たってる。ほら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 。あ、本当。これ当たり。あ、これが当たり。で、これやっぱエギングロッドとか感度いいんで、はあはあ、手元まで伝わってきます。なるほど。もう一回戻して、はい、じわーっとこう誘ってやるっていうのも一つの手です。ゆっくり、うん、なるほど。そしたらググッて持っていくんですよ。あ、持っていった時に軽く合わせるぐらい。あ、はあ、もう思い切り合わせちゃうと、ウィッてキスってウィッて吐くんですよ。あ、そうなんですね。なんで軽く、こんな感じ。お、釣れたの？釣れたの？釣れてんの？釣れてんの？キャラ寄せなくていいわよ。え、すごっ！え、なにこれ？サッパがいる。おお、すごい。これちょっと下違うけど。いや、大きくない？ちゃんと。でも本当に食べるよ。天ぷらできるサイズだもんね。大きいよ。あみちゃんどう？え、すごい。ねえ。あ、本当ね。でもこういう時外れにくいんで、軽くちょっと引っ張ってやったらブリッて出てくる。あ、ここに見えてる。こうですね。それで、おお、すごい。キスだけに。キスだけに。うまい。キスだけじゃない。難しい。ちょっと意外と。動くから、ね、そう、動くから。すいません。すいません。すいません。待って、一生餌つけれんかも。初めてのことをこう自分でやるっていうのもね、いい経験になるんで、皆さん。そうですね。うん、で、これで、うん、はいはいはい。で、はいはい、このぐるーって回して、うん、ブサ。来ましたか？来ました。おー、いいじゃないの、いいじゃない。つけれました。いいじゃないの。右手の、これで人差し指、そう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 。スプールを開いた。はい。スプール、あ、開けてるね。はい。うん、これで投げて大丈夫。後ろ確認して。投げるの難しいな。うん、ゆっくりよ、優しくいいから。はーい、はい、あ、いいじゃないいいじゃんいいじゃん。で、スプールを閉じて、はい、閉じて、はい、で巻く、うん、ゆっくり巻いて、はい、でテンションが張るぐらい巻いて、はい、で竿を左の方にスーッと持ってきて、そうで、テンションかかるっしょ。ほうほうほう。そう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 、でゆっくり巻いて、ゆっくり、そう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 、でスーッてゆっくり引いてやる、またそう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 、その繰り返しやる。はい。あ、今日ツンツン来てる。ツンツン来てる？様になってるよ。お、来た。来た？あ、ついてる。でも巻いて巻いて巻いて、ゆっくりゆっくり巻いていいよ。いいよ、巻いていいよ。お、お、ついてる。ついてる。いいね、いいね。あ、来た。来た、来た、来た。おー、キス状を釣れた。釣れた。すごいやん。一投目やったね。一投目でしたね。素晴らしい。やったじゃん。イエーイ。釣れましたね。いいじゃん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 。当たり分かった？なんか、え、結構けど分かりやすかったかもしれない。あ、そうなんだ。おめでとうございます。ありがとうございます。どうだすどうだすどうだす。ありがとうございます。ほい、釣れた。よいしょ、ダブル。やばいっすね。やりました。早速1投目でしょ。1投目やばい。ダブルヒット、おめでとうございます。ありがとうございます。わ、いいサイズやん。もういきましょう。
はい、軽く投げて、こう鉛が地面に付いてるんで、こうそのなんか小石やったりね、そういうのを、あ、今当たったな、当たりちゃうん、あ、当たってる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 、あー抜けた、うん、釣れてるっぽい、来たと思います、来たんじゃないでしょうか、皆さんテトラポットが怖いですけどね、釣ってあげましょう、よいしょー、来ました来ました来ました、違うやつやん、誰やねん、ちょっとじゃあテトラじゃなくてこっちが釣りやすいんで、あ、飛んでた、あー虫が飛んでて、行こう、ちくしょう、まあ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 、来た、オッケー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 、でかい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 、ナイス、こっち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 よ、こっち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 、何しよんねん、全然釣れたけど、よっしゃ、出たかもサイズ、あ、そうでもないな、当たりは良かったけど合わせた後の引きがそうでもない、そうですよ、ビリビリ、おお、いいじゃない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 ですか、いやいやね、大きくなってるっすよ、でも本当ね、うん、80ぐらいの大きさどうする、なんでしょうね、お、釣れてる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 、よいしょ、いいじゃん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 、行こう行こう、カメラのとこ行こう、俺も釣れたけ、釣りに行こう、釣りに、よいしょ、行こう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 、よいしょ、ほら来ましたよ、うわぁじゃないのラスト、ラスト来ました、ねえ、よかったやん、やったね、ねえ、よかったです、いや美味しそうやね、いやまあそうですね、てか上手くない、あゆみちゃん、いやまあ次回もご期待ですね今日の釣果です、はい、はい、はい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 、結構釣れたね、釣れましたね、これまだ、クーラーボックスにも入ってるんで20匹以上は釣れてるっぽいですよ、はい、いっぱい釣れましたね、釣っちゃいましたね、釣っちゃいました、よいしょ、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いや、爆釣れた、釣れたね、初心者でもこんだけ釣れれば楽しいですから、簡単やし、手頃やしね、まあ、虫がちょっと苦手な方はね、ハサムやつが売ってるらしいんで、そういうのを使うといいかもしれませんね、はい、じゃあどうやったの？いや、楽しかったです。いっぱい釣れました。いっぱい釣ったね。はい、僕ちょっとイメージ的にキスって夏のイメージがあったんですよ。うん、7月、8月ぐらいのイメージがあって、今10月1日でしょ？今日ね、うん。10月入ったばっかりで。しかもこの加工のポイント、キスが釣れるっていう10月にびっくりしますよね。新しい発見もありながら楽しい釣りができました。まあ、こういう感じでね、今後リルレの方でもね、初心者にいろいろな釣りを、配信していこうと思ってますんで、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、また会う日までということで、次回もね、また違った釣りを、はい、配信していきたいと思いますんで、皆さんご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。これからも頑張っていくので応援してください。エラエラすんじゃねえよ。頑張ってんじゃねえよ。
うん。